です。なぜ中古という価値観にプレミアとかついちゃったりするのかなっていう話をしたいんですけど、そもそもこの本を買った時は定価6000円で買ってるんですけど、すでに日焼けしていました。業者にある時はまあその新品としてあるんだけど、私の消費者の手元に届いた瞬間にこの本は中古という価値観がついてしまった。でもこの資本論の価値観で言ってしまえば、この本が例えばね1時間で6000円の定価がついてたとして、だけど未来的にロボットが役割を半分になってくれて30分でこの本を作れたとしたら、この本の価値は3000円にね値下がりしてしまうわけですよ。1時間で6000円だから半分の30分だと3000円ってことなんだけど、でだけどですよ、たとえ中古だろうが需要と供給のバランスが悪くて欲しい人大量にいるのに作れる部数が少ないってなったら、この本はプレミア価値がついて価格が10倍20倍上がるかもしれない。で逆にあまりにも過剰生産しすぎて欲しい人は少ないっていうのに、ね、そうなってしまうとこの本はね明らかに価格が急落してしまうってことになるので、商品の価値としてのね考え方はこの美味しい本論で考えるとして、あとは需要と供給のバランスについて考えたらね、もしかしたらこの商品なんでこんな値段高いのかなと思った瞬間に、多分需要と供給のバランス悪くて需要に対して供給が落ちてないんだろうなって思うので、そういうのをこの本プラスアルファでね考えてみると面白いかもしれません。それでは。